続きましては体を自由自在に傾けるっていうことで、カービングターンに必要な角付けをしっかりと作るには、角付けしっかり作って鋭いエッジングをするには、上にある体はしっかりと傾けていかないと足元の板立たないので、じゃあカービングに必要な角付けしっかり作るためには、体を自由自在にトウもヒールも傾けられるようになりましょうねっていうコーナーです。じゃあこの左右非対称のスノーボードで自由に傾くためにはどういうところを意識したらいいかっていうのを、2つのまたイラストを使って解説していきます。まず上のイラスト、